こんにちは。なんかこもってるよね。ちょっと場所入れ替えないと。ちょっとこれは曇りすぎ。どうしようかな。ちょっと場所入れ替える。みんな一回隠しますね。ちょっと隠す。ここならどう？なんでダメなんだろう。ここにリングライト持ってくればいいか。レンズが汚れてるの。あ、いい感じ。じゃあこっちでもいけるかな。ごめん。あ、いける。ごめんなさい。私の鏡じゃない。汚れてただけでした。すみません。いいよ。よし。ちょこちょこ止まる？明るくした。よし。良くなった。良かった。そう、昨日は墓誕生会、皆さんありがとうございました。楽しかったです、とってもメンバー大丈夫？定位置についてなんだっけ、たくさんね、ファンを顔を出してくださるファンの方いたんですけど、そう、2人にね絞らないといけなくて、結構こう画面まで距離があってパッて目についた方をそうしたんですけど、でもみんなちゃんと画面してくれた方は全員把握できてるので、そこは大丈夫です。企画良かった。そう、面白雑学をね紹介したんですけど、そう、ハゼモリチュウさん、これなんだっけ楽器、
ありがとうございます。ちょっと指名しました。そう、本当にみんな楽しかったです。チャラ変なやつ見てないか。学校お疲れ様ありがとうございます。コブ学校お疲れ様ありがとうございます。止まってるね。あ、生写真のやつゲットしてくれてありがとうございます。みんなあの生誕アクリルスタンドはみんなゲットできましたか。楽しかった、よかった。そう、リボンのカチューシャをしました。あのココテンのあの黒いカチューシャの似たやつ。ハゼモリチョさん、オッパーありがとうございます。コベ、昨日楽しかった、ありがとうございます。よかった。さんのインスタに出てきたコッペ可愛かったって、あれか、プレゼント持ってるやつ。そう、シュシュをねあげたんですけど、みんなね、なんかまさかなんかつけて出ろみたいなのをみんな言ってくださって、まさかつけて出てくれると思ってなかったんですけど、すぐね開けてくれてつけて出てくれました。ひじりさんとかももう髪の毛につけてくれ、なんかもともとね白いリボンつけてたんですけど、わざわざ変えてシュシュにね私のあげたやつにしてくれたりとか、みんな身につけてくださって。そう、レイヤちゃんはあの使ってもらいたかったからバザザラの時にリップをねあげたんですけど、でもねレイヤちゃんも使ってくれてて、最初にかかれて名前まで全然見ない、本当に私のうちはもう、ああ、あるかなくらいしか見えなくて、そうなので、本当にみんな、でも把握できてるので、ありがとうございます。ギフト投げてくれた方もありがとうございます。メッセージなどを書くのを楽しみにしてます。リーバーさん、楽器ありがとうございます。これなんだっけ、名前。寝てる間にクマ食べてるわ。そう。そうなんですよ。ステインにしてくれて嬉しかった。生写真のやつ、あのなんだっけ、ケースみたいなのに入れてくれててちゃんと嬉しかったです。スムージーの味はでもバナナ感が強くて、なんかバナナで味が消されててちょっと分かんなかったんですけど、でもね、あの飲めないスムージーではなかったんですよ、私的に。全然飲めるけど、なんだろうな、癖があるけど飲めなくはない感じでした。面白かった、面白かった、ありがとうございます。クロさんハートありがとうございます。のりっぺさん、おっぱいありがとうございます。とにかくめちゃめちゃになりました。適正から変えたらいいなって、ぜひゲットしてください。差し出の方にゲットしてもらいましたって、生誕祭の時に受け取ってください。すごいブーアミリみんな仲良しだね。トモゾッペさん、音符ありがとうございます。ピーバーさん、音符ありがとうございます。なんで音楽関係、確かにね、なんで、博多なるなるさん、お疲れありがとうございます。
ソリロさんのインスタにも出てました。グリッペさんまたありがとうございます。ハンゼモリチオさん音符ありがとうございます。そうみんな優しい人分かりました。なんかね、ほんとシュシュがすごい好評で、で何あげたらいいんだろうと思ってママと考えてたんですよね。何にしようって、博多なるなるさん、楽器ありがとうございます。今土曜日ブースラミとココちゃん、ありがとうございます。天神堂もね載せてくれてて見ました。ありがとうございます。イエーイ。やった。サイさんのメールで見た。私みんなメール撮ってるの見ました。本当にサイさんが、サイさんかわいい。プリンセス、もうあのプリンセスすぎましたね。俺も最後の声が聞きたかったな。あれはね、いいよ、いい思い出、いい記念になりました。書いてもらってみんなに。最後に投げたギフト、奇跡的にココッペが名前呼んでくれて、あれね、指名されたんですよ。ここ読ん、立花さん読んでくださいって。多分だからファンの方が多分分かってるのかな、誰々さん推しみたいなの。多分分かってるんだと思います。他の追加の方も推しのメンバーが読んでたから多分分かってるのかな。ペロチョ、私が良かった方かな。若い時にコピーランチョです。いや全然、ありがとうございます。なんでも嬉しいです。甘いのかな、なんかバナナ感がなんか6割7割ぐらい占めてて、他はちょっとあの野菜のあのなんていうの、小松菜だったっけ、小松菜の味でした。オクラはね、なんかネバネバしてるなって思ったんです。飲んだ時になんか私が知ってるスムージーよりネバネバしてるなって思ってて、それで、あ、でもね、オクラだったらあの白いつぶつぶ中のあれが砕けれなくて残ってるかなと思ったんですよ。だからやめたんですけど、オクラ当たってましたね。酸っぱジュースね、ちょっと飲んでみたかったんです。どんぐらい酸っぱいか、でも想像以上にちょっと酸っぱかった。なんかレモンを飲んでる感じでも美味しかったです。苦手ではなかった。ムハマドさん、ハートありがとうございます。マイラマーさん、楽器ありがとうございます。なんだっけこれ、クラリネット、違うよね。それでは最後まであと6日です。シュシュ選んでよかった。サイザーのね生誕祭に出たいんですよ。あのもうあのなんだっけ、公演のメンバーは発表されてるけど、まだ前座のチャンスがあるので前座に出たいです。展示の今日見て、おありがとうございます。みんな見に行ってください。
呼び方はコロジャネコッペ、何でも何でも嬉しいです、何でも嬉しいです。なんだろうね、でもなんかファンの方が普通さ、だってさ読むならさ端っこから言うじゃないですか。でも立花さんとこう刺されたから、あ、だから多分把握してるのかよくわかんないけど、私は。司さん、なんだこれ、鳥か、白い鳥、ありがとうございます。キクラチが撮って送られたの、どうなの、司さん、楽器もありがとうございます。今月ごコッペの出る公演行けないから、早く食べよう。溶けるっていうか、もう溶けてる。ブルーベリージャムが乗ってます。やったー、まだご飯食べてないんですけどね。ちなみに、うん、美味しい。今日お風呂上がりにチョコバナナのアイス楽しみにねしてたんだけど、いいね、めっちゃこの部屋クーラー効いてるんですよ。この部屋で食べる、今月コッペの出る声いけないから次はオンラインで会おうねーって、会おうねー、待ってます。ハジェム無理中さん、サックス、サックスだって、ありがとうございます。あのコッペの配合見た瞬間、コッペあのすごいじゃないの、コッペ好きそうだなと思った。コッペのこと的になってるが全然見えたら最高サイじゃんね。出たいな、サイさんので全部出たいんです。結構ね、前座出演結構ギリギリに言われるんですよ。ギリギリ、うん、でも結構ギリギリに、次は博多丼ぜひ見に行ってください。嫌いなものあんまりないです。 HKT の絶王子さん、音符ありがとうございます。学校で私がお友達に、学校で私がお友達にポッペの話めっちゃしてるから、それが友達と朝の挨拶を、嘘、おはっぺだって、やったー、もう嬉しいんですけど、おはっぺって言ってくれて、私の友達でもまだ言ってくれてないのに、ありがとうございます嬉しい。100
高田寛兵さんバラありがとうございます。美味しそうでしょう。ちょっと美味しい。みんな見えました？さあ暑いからみんな冷たいもの食べましょう。博多なるなるさん、かわいい、ありがとうございます。マジモムリチューさん、サックさん、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、博多誕生会のお昼は人人数少なくても結局100万超えた。ひろちゃんな、ね、ん喜ぶからもらったし、え、よかった。なんかね、そう、りのさんピンクかなと思ってママと一緒にね考えたんですよ。あのドレスが、あのオンライン握手会じゃない、 お話し会で着てたドレスがピンクで、そうピンクだからピンクがいいかなと思って。そうピンクでした。よかった、めっちゃ喜んでくれて。多分博多誕生会もピンクのあのドレスを着てくるだろうなと予想してたんですよ。めっちゃ似合ってますよね、あのドレス、リノさんって感じ。今日朝菓子食べたよ、アイス食べた。お母さんから勉強しなさいってあんまり言われない。あんまり言われないですね。勉強するのがね嫌いじゃないんですよ私。そう嫌いじゃないからしたくないってなるけど、勉強やるのが嫌いじゃないんですよ。これもさ、リンリンリンガがさ、ふわふわのパンケーキのさ、写真をさ、載せてたじゃないですか、ツイッターで。もうあれからさ、甘いものが食べたくてしょうがなくて、あれめっちゃ美味しそうだった、あのパンケーキ。一回なんか、めっちゃふわふわのパンケーキを食べに行ったんですよ。めっちゃ前だけどね、多分メールとかに載せたことあると思うから、知ってる方は知ってるんじゃないかな。めっちゃ美味しかったんですよね、あれが。また食べ行きたい。 お友達とかと行きたいな。美味しかった。ブルーベリーソースあんまりさ普段選ばないからめっちゃ美味しい。そしてそして皆さん、じゃ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 ん、もう花瓶に入れたんですけど、みんなありがとうございます。お花見て、ほっぺ、お誕生日おめでとう、素敵な一年になりますように、ファン一同よりって書いて。そう、薄紫でめっちゃ可愛いんです、見て。嬉しかったです。イエイイエイイエイ。私のお気に入りのお花はちなみにこれ、このちっちゃいのが好き。かわいい。なんかね、私の、あ、ありがとうございます。ちょっとイエーイ、かわいい薄紫。私のね、お花、このちっちゃいお花で思い出した出来事を話すんですけど、あのね、なんかアッカンベイの花ってみんな知ってますか？なんか白、白、周りが白で、これ話したことあるっけ？周りが白で中が黄色いで、こう
こう周りをこう挟んだらその黄色いのがベーって出てくるんですよ。で、アカンベの花なんですけど、それが、その花の色がめっちゃ好きで、私で、めっ積んで帰ったんですよ、家に。割と最近5年生とかまあそこら辺で積んで帰ったんですよ、学校の帰りがけにあるから。私がアカンベの花って呼んでるだけで多分正式名詞あるんだろう、あると思うんですけどあるんですよね。それを積んで帰ったんですよ、結構な量。それで積んで帰って花瓶に入れてお部屋に飾ろうと思って、そう積んで帰ったら、最初は可愛かったんだけど、次の日見たらこのちっちゃい虫がね、うわーってこのお花の周りにいて、こうなんていうの、花瓶の周りのいっぱいいたんですよ。次の日多分そのお花洗ってないし、洗ったとしても花びらが落ちるんですよね。だから洗ってなくてそのまんまもう花瓶に突っ込んでるだけで、本当にやばくて、本当にちっちゃいこんな、なんていうの、虫が、もともと鼻についてた虫がわーって多分出てて、そうで、やばくてすぐその花をもう外に出しました。でもう二度と住んでません、あれから。あのたまに学校帰りにね、ポンってこう引っ張ってキュッて、やかんべーってする時はあるけど、そう、その出来事でほんと気持ち悪くて鳥肌が立って、ほんとに、なんでみんな絶対にもうほんとにほんとにやめた方がいいと思います。あの積む方はいないと思うんですけど、積まないようにしてください。今から妹してバドミントンしてくるって、明日も天気止め、あ、ありがとうございます。頑張って、バドミントンパー、私意外とバドミントン得意です。パンケーキ美味しそうよね。勉強やりといえば、ハンジャの口からソニースープン会という言葉が出てびっくり。おやりますね、伊原さん。素因数分解結構得意ですよ。今ね、連立方程式してる。でもね、めっちゃ頭がいい友達から教えてもらったので、ちょっとできるようになりました。ちょうどね、連立方程式の勉強の時に休んだり、あの早退したりが多かったので、よく分かんなかったんですけど、友達に教えてもらいました。カフェ部でパンケーキ食べ行ったけど、お店ごしゃれで緊張するよって。ピナさんね、もうめっちゃ可愛い、あの写真、あのいつものあのおはようございますの写真とかめっちゃ好きです。毎回めっちゃ見ちゃう。これめっちゃ美味しかったんです、食べたい。勉強偉いね、私も頑張りましょう、お勉強。かすみ草？それ好きです。積んでいいやつよ。全然、あのね、全然積んでいいやつ。あの、みんなが想像してるのじゃなくて、本当に雑草みたいな。あの、なんか、道に邪魔してるんですよ。で、たまにその横のお家の人が抜いたりしてるんですけど。姫ジョーンっていうの？
にやばいのでやらない方がいいです。カードの人さん、本当ありがとうございます。何想定式、え、わかんない、ゆいな。ラモさん、音波ありがとうございます。ノロさん、貯金ありがとうございます。ハルジオンっていうの調べてみよう。空いた。お仕事もね、今週も頑張りましょう。バイバーイ。頑張って。よし。明日二時起き？もう二時起きなんて。なんなら起きてる人もいるんじゃない。すごい。早く寝て蓄えてください。バイバイ。毎日コップの配信の出来が、ありがとうございます。やった、嬉しい。それは言ってもらえて、もし公演とかであったら名前を教えてください。まだのお顔が分かんないから、会いますように公園で。今週頑張る。そうだよ、頑張ろう。私もやばい。私も今週テスト乗り越えたら生誕祭だから頑張るです。みんなで頑張ろう。今週乗り越えましょう。生誕祭の受付もね、まだあるので、みんなよかったら本当に来てください。本当に日曜日なので、お時間空いてる方は生誕祭ぜひぜひ見に来てください。ペーチは、ありがとうございます。いつも制服着てる。オッケー。手が自分でやるの手だれですね。お、それは期待大。たまひまで100人衆勝負対決か。100人衆ね、最初の言葉言われたら分かるんですけど、多分今まで習ってるやつでもね、今50ぐらいまでしか行ってないから、3年間で100個覚えるんですよ。で今50ぐらいなので、まだ分かんないのもいっぱいある。私が一番好きなのは、1個が好きかな。あ、1個じゃない、1個目、なんだっけ、秋の田の狩尾の色の玉割れ、我がこれまでついに寝るつつとか、その次も春過ぎて夏にキラシを歌いの衣干し長山のこの山、何昭和は大阪山の種数、なんかね、頭に残る、なんだっけあれ、
長目瀬島にとか、なんだっけあれそう、百人一首覚えたところでっていう感じだったから、初めてね活かせてね、百人一首覚えたの覚えててよかったなって思いましたケイさんに名前だけ書いて出したことある？ないね、それは小倉山、なんだっけ、片身に袖をしゃぶりつつじゃないよね。難しい、私も頑張って覚えてたって。難しいよ、なんか覚えるの難しいよ。あ、我が宮に降る長目瀬島にか、あ、それが小倉山、見覚え思えず近いですし、え、違う、見覚え思えず近いですよ、人の命もしくもあるかなんか、それは違う。峰の文字、なんだっけそれ、峰の文字って多分習った気がする。あ、わかんない、まだ習ってないかも。ほんと私百人一首覚えないといけないんだった、忘れてた。国語のね、今回のテストで百人一首出るんですよ、5問出る、覚えないといけない、全然わかんない。なんかさ、同じ言葉があるのもあるじゃないですか、なんかよく使う単語みたいな、ごっちゃになるよね。私百人一首はね、間違えたことないんです、テストで。百人一首はね、もう覚えるしかないから覚えるけど、国語ってさ、もう暗記だから、結構なんかやり方が分かんないと分かんないのはもう無理なので暗記だったらもうずっとこう五教のように唱えてたら覚えてる気がして好きなんですよ。だから社会とか国語とかは意外と好きなんですけど、数学はまあやり方わかんないとわかんないからあんまり好きじゃなくて、理科ももうなんか最近英語とかなんか数学になってきてあんまり好きじゃないし、英語もね、なんかさ、基本文がわかんないからあんまり好きじゃないです。これさ、家で筋トレや柔軟することってある？柔軟、でもね、めっちゃ硬かったんですよ、前、私、体。でも、柔軟をちょっとやってて、ちょっと柔らかくなりました。たまに筋トレやるよ、これ。ベッドでね、足をずっとこう立ててたり、やります。たまにね。夢は汗の中に少しずつ過ぎてゆくかな。今回やばい強化と範囲は、でもね、今回自信のあるやつがなくて全然やばい。やばいのなんだろう。英語もやばいし、なんか全部やばいです、やばいです。平田さんは仕事で時間なくて、うちは作るの、いや全然、来てくれてだけで嬉しいです。
体育得意じゃないけど好き得意じゃないけど好きです。手形ココッペが出る公園行けるといいな。では絶対行く、待ってます。その努力でも今回のテストを乗り越えたら本当にもう結構な間テストないから、昨日天神堂見に行ったついでにビアードパパのシュークリーム、うー4つも食べたって、美味しそう、いいな。ビアードパパのシュークリームのさ、あのさ、こういうスティックのやつ知りませんか？あれがなくなったんですよね。じゃあ水の中テストって頑張りましょう、一緒にみんな頑張ろう。クーラーの音がすごい やばい、めっちゃアイス美味しかった。妹はねチョコソースなんだって、私はブルーベリーソース。腰が痛せ、腰が痛せ、ダサいと言い聞かせてる私も。私も言い聞かせてます。コペが一番好きな場所、ベッド。一番好きです。本当にベッド大好き、私も。ベッドがあればいい。最近 お顔ではなく喋り方がいじるさ、嘘、嬉しい。そうだ、なんか私の友達が前の席の子がなんかプリントを渡すときにこうなんていうの、こうやって取らせないようにしてくるんです、こうやってね。私も取れないじゃないですか、こうやって取らせないようにしてくるんですよ。それでなんかその取らせない動画をなんか TikTok からこう保存してなんていうの、送ってきたんですよ、 LINE で送ってきて、そしたらあなたやんって言ったんですよあなたみたいな、なんていうの、前の子と同じようなことをしてるから、なんか前の席の子あるあるみたいなのでの動画なんですけど、あなたやんって送ったら笑ってきました。私のさ後ろにもさ一人いるのにさ、早く配ってくれないと渡せないじゃないですかね。早く渡してください。そうだ、明日家庭科あるんですよ、みんなみんな家庭科あるんですよ明日。最悪な席の最悪な席もね、結構後ろから2番目の列ちょうどいいところ
本当はね、一番前の端っこがいいんですよね。一番先生の目に届かないから。なんかさ、前に立ってさ、後ろが見えないって言うけどさ、後ろってめっちゃ見えるじゃないですか。だからこの端っこにあんまり視線がいかないから、ここがいいんです。次はここ狙い。手がどんなことするの。そう、レイのチームでナップサック、え、間違えた、エコバッグを作ります。私はグレーを選んだ色。風間先生めっちゃ優しくて、私の副担任なんですけど、めっちゃ優しいです。可愛いし。可愛すぎてフォローしました、ありがとうございます。ショールームのね、フォロワーさんもすごくて、みんなありがとうございます。ぜひフォローしてください。劇場メガと再生はめね、それそうだよね。私再生ちょっと今度いますね、いっぱい。こっち側もやっぱ後ろ見ちゃうもんね。再生の方もたくさん目合わせ、ちょっと緊張するんだよね、再生の人と目合わせるの。ちょっと緊張する一番前の列にいて、私がで再生の方と目合わせる、ちょっと緊張するんですけど、後ろの、逆に後ろの方にいてね、私が。で、最前の方と目合わせるのはいけるけど。だってさ、こんな距離だもんね、だって。手で届くくらいの距離にいたりする時もあるから。風が雑巾塗った。でもなんかさ、タオルをさ、雑巾にしてる人結構多いんですよ、私のクラス。なんか、タオルを折りたたんで、自分でね、縫ってね、雑巾にしてた。なんかそっちの方が汚れが取りやすいんだって。確かになんか大掃除の時とかめっちゃ取れる汚れが。タオルもいいなって思いました。何の話してるの雑巾の話して、とうとう雑巾の話を増やしました。最前で目があったら緊張して視線そらしちゃうかも。でちょっと緊張しちゃうんですよね。劇場のカメラの横だとたくさんレッスンもらえてる気分に。ああ、確かに。みんな近くで見れるけどね、見づらいんだ。私一回リハの時、自主練の時か、あの6期生公演自主練の時にジャンヌメンバー変わったじゃないですか、夜。それをもう見てたんですよね、見たくて見て、最前で見てたんですよ、真ん中らへん座って。そう、近いな、こんな近いんだって思いながら見てました。誕生会でめっちゃエコやってなったので、次の販売でオンライン買います。ありがとうございます、待ってます。ゆっぴさん初見ありがとうございます。今から来て勉強教えてきてください。これでメンバーと目合ったらすごく嬉しいけど緊張する。やっぱ緊張しますよね。私も目合うとね、緊張しちゃう。私とミヤだってなっちゃうって、わかる。ミユさん初見ありがとうございます。そう、オンラインは次のシングルです。次は次回はね。でも7月はたくさんもうお話できるの楽しみです、本当に。完売なったから嬉しいです、楽しみにしてます、お話できるの。
これどれぐらい持つかな。これもうずっとあってほしいんですけど、めっちゃいい香りがする。ずっと持ってて美味しいな。研究生めっちゃ仲いいです。ずっと喋ってるみんなこの間ね、渋井ちゃんとザワちゃんとメイクの時になんか歴史の単語ゲームみたいなのをしたんですよ。何でもいいんですよ、単語だったら。例えばなんだろうな、墾田永年私財法とか何でもいいんです。徳川家康とか明智光秀、何でもいいんですけど、単語を言うゲームみたいなのをしたんですけど、めっちゃ面白かったです。結構みんなどんどん言っていって面白かった。テンポがね、面白かった。オナヤちょっとサプライズかますよって。オナヤリアル、緊張する。私明日誕生日です。おめでとうございます。ちょっと早いけどおめでとうございます。お花と副所タイム、風呂上がりのこれでよければやります。昨日もいっぱい写真撮りました、お花と。私めっちゃ好きなんですよね、地理より。私の一番好きな歴史人物は北条政子北条政子が一番好きあと中野上の王子とかめっちゃ好き。編集のやつは自分でメイクしてないです。メイクさんがね全部してくれました。私座ってるだけ、こうやって全部してくれました。北条政子、なんだろうね、まず見た目がめっちゃインパクトがあって好きなのと、なんだろうね、執権を持ってるとか、なんかめっちゃいい名言言ったんですよね、北条政子。なんだっけ、言ったんですよね。それがなんかめっちゃ心に響いた印象があって、北条政子、なんか歴史上の人物ってなったら北条政子が一番最初に出てきます。北条政子好きです。だから中野上の王子はなんか小学校の頃に歴史を覚えるみたいな NHK のドラマじゃないけど、なんか歌舞伎の方がこうやってるなんかあって、ヒストリーみたいな、それの曲がめっちゃ好きなので、中野上の王子もめっちゃ好きです。カズスマイルさん、音符ありがとうございます。みんな結構かっこいいのが好きですね。蘇我氏好き蘇我氏もね結構聞く。なんか夢のうち私はおうちっていう歌があるんですよ。蘇我氏、小野の妹子とか、遣隋使、遣唐使。あ、じゃあ副所タイムして終わろうかなと思います。じゃあお花と一緒に、はい、みんな副所してください。はい、
復唱してください。ダダーン、イエイ、ありがとうございます。お花大切に飾りますね。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位、エルプリメロさん、ありがとうございます。12位、森翔さん、ありがとうございます。11位、オレオートさん、ありがとうございます。10位、シーチャンペさん、ありがとうございます。9位、カードの人さん、ありがとうございます。8位、今日この頃さん、ありがとうございます。7位、博多なるなるさん、ありがとうございます。6位、ムハマドさん、ありがとうございます。5位、マゾさん、ありがとうございます。4位、クロさん、ありがとうございます。3位、つかささん、ありがとうございます。2位、のりっぺさん、ありがとうございます。1位、ハンジャイモモリチュウさん、イエーイ、ありがとうございます。よし、じゃあありがとうございました。見てくれ、たくさんの方に見てもらって嬉しかったです。はい、ありがとうございました。じゃあまた明日の配信で。明日はね、どうだろうな、朝配信になる気がします。多分ぜひみんな起きてる方は見に来てください。はい、じゃあみんなありがとうございました。また配信見に来てね。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。